待て。ストップ。追わなくていい。ですが、国王陛下。捕まえても現状は変わらないし、みんなの恐怖心は拭えない。かえって反発が強くなるだけよ。承知しました、陛下。あの、こちらが先ほどの星派から取り返した神託の柱の魔線です。ああ、それはそこの旅人に渡して。かしこまりました。 お前が探し求めているのは何の軌道だい？シムランカの民よ。異世界の勇者とその仲間がこの世界に新たな平和をもたらすだろう。ナビアさんの言ってた通り、未来のことは教えてくれなかったね。まあいっか、また手探りで進むしかないな。 星空を復元するために散らばった星を元の位置に戻さないとね。でもまだ星がいくつか足りない。じゃあこれまでの経験を。その点は心配無用よ。申し訳ないんだけど。任せろ。うん。の
創生の術。 属性を見下ろさん。
ついてこいなんて言ってないよ。星は揃った？仕事が早い。じゃあ空ってどうやって行くんだ？この世界には海上列車だってあるんだから、空中列車があっても別。海上列車は足元にレールがあるだろ。大丈夫よ、この列車は予言の女神の祝福を受けてるんだから。一生懸命引っ張り出してきたのよ。もう100年以上もかよ。本当に落っこち。でも他に方法はないでしょ。高すぎて届かないぞ。そうだ、ニーロ、やってみるよ。確か、そっか、そういうこと。私はここでみんなの帰りを待ってるよ。それもそうだな、万が一列車が。できたね。次の目的地に移りましょう。
ダメだ、ダメじゃダメだ。もうちょっとの辛抱よ、すぐ終わるから。終わるとか言うなよな、縁起悪いだろ。やっと片付いたな。こいつが故障する前にいったみたい。うん、それにすっごく。え、私止まれ。何をするつもりだ。邪魔すんな。何があったの陛下、この者たちが。そこを通せ。下がれ。大丈夫だから通してあげて。国王陛下、星空のギアを回すのは。それはどうして。ご存知の通り、予言の女神の贈り物は俺たちにとってすごく。仲間の中にはそれを失う覚悟ができていない者もいるのです。そっか、わかった。え、それはつまり。あんたたちの覚悟が決まるまでギアは回さない。え、前にも言ったけど、ホルビットの未来は国民が決めるべきだから。